2、自転車を取られたことと春季限定いちごタルトを食べ逃したこと、どちらが幼いさんによりショックを与えたのかはわからない。自転車は買い直せるけど、いちごタルトは今春だけの限定品だし、いちごタルトは2つで3000円までかからなかったけれど、自転車は最低でもその3倍はする。呆然自失とした幼いさんは手を引くまで動こうともせず、途中で牛乳入りポリ袋を取り落としたりもした。呼びかけても慰めても反応がない。次の日、授業の合間合間にメールを出してみたけれど、幼いさんからの返事はなかった。そっとしておいた方がいいのかなと悩んでいる間に授業は終わる。放課後になるが早いかメールが届いた。予定通り迎えに行く。差出人が健吾であるのを見て、僕は初めてそういえば健吾と約束があったんだと思い出した。まあ、幼いさんのことはしばらく忘れよう。いくらなんでもいちごタルトと自転車で夜をはかなんだりはしないだろう。気分を切り替えて健吾を待つ。メールから遅れること2、3分で健吾本人が現れた。手に大学ノートを持っている。その中に例の絵がと思ったが違うそうだ。ならどこに行けばいいのかな。絵というからには美術室とか。その通り。メモを取る必要があるなら愛用の白のルーズリーフを持っていこうかと思ったけれど、まあ健吾がノートを持ってるしそっちに任せよう。1年生の教室は北棟4階に集中している。一方美術室は南棟4階。2つの校舎を結ぶ渡り廊下は2階建てなので一旦3階まで降り、渡り廊下の屋上を渡ることになる。それにしても不思議なんだけど、急ぐでもなく階段を降りながら僕は聞いた。印象派って単語も知らない健吾が、なんだって絵の話に絡むことになったのかね。誰が知らんと言った。言葉としては知ってるし、どんなのをそう呼ぶかも知ってる。がさつな絵にしか見えんだけだ。それで、文化系部活をいくつかまとめて紹介することになった。美術部にも話を聞きに行ったんだが、その時に出た話だ。面白い話に発展したら大きく紹介しようってことになった。僕は首をひねる。紹介？どこに？健吾は呆れたように僕を見たが、すぐに納得顔になった。そうか、話してなかったな。新聞部に入った。その中の記事で部活紹介をやる。へえ、新聞部。新聞部という響きからジャーナリストを連想し、ジャーナリストというからには幅広い知的な好奇心があってほしいものだと思い、健吾にはあんまりそういうのはないなぁと頭に浮かんだ。なんだその顔は。いや、まあ新聞部の部員とジャーナリストは別物だろうし、ジャーナリストと知的好奇心を結びつけたのも僕の勝手な想像だ。あえて口にはしない。それにしたって何も健吾に美術部を担当させなくてもいいようなもんだけどね。剣道部とか柔道部だってここにはあるんだろう。健吾はああと言った。確かにそうだが、先輩に頼まれてな。義理のある人で断れなかった。最低。まあ義理があるんじゃ健吾には断れないだろう。美術室の前まで来る。緑のフェルトが貼られた掲示板が廊下の壁に備わっていて、なるほど、美術室前らしく幾点かの絵が飾ってある。カンバスに描いた絵は掲示板には貼れないので額に入れてあった。ノックをするのかと思ったら健吾はそのまま引き戸を開けた。こんにちは。気軽に声をかけながら室内に入っていく。
美術部というからにはきっとカンバスに青春を叩きつけ真っ最中の部員たちが車座になって中央のトルソか何かを写生しているんだと思った僕の予想はそれほど外れていなかった。ただ違ったのは部員は車座を作れるほどの数がおらず描いているものもそれぞれ点でバラバラだったという点だ。どうも勝部先輩来ました。勝部と呼ばれたのはカンバスに向かうでもなく本を読んでいた女子生徒だった。穏やかな目鼻立ちの丸顔は美術という言葉からなんとなく連想される俊厳さからは程遠いものだ。胸元の気象から3年生とわかる。健吾を見ると表情を緩めた。ああ、待ってたわ。後ろの子も新聞部？いえ、友達です。俺はどうも芸術には縁がないんで、助っ人を頼みました。さて、縁なき主従が一人から二人になったところで、何ほどのことができるかな。話を聞いてからのお楽しみだ。要求されるものが鑑賞眼でなく知恵ならば少しはお役に立てるかもしれないけれど。勝部先輩はちらりと教室内を見回した。ほとんど全員が手を止めて椅子に座ったまま僕たちの方を見ている。一心不乱に筆を動かしているような人はいなかった。ここで話しても邪魔にはならないと判断したようで彼女は僕たちを中庭に面した窓のそばへと手招きした。椅子に適当に座らせておいて、ちょっと待っててと準備室に消えた。すぐに戻ってきた勝部先輩は紙を2枚持っていた。ポスターサイズかと思ったが、それよりはどうも小さそうだ。これが問題の？と聞くと、健吾は黙ってうなずいた。これなんだけど、一方を手近な机に伏せ、もう一方は僕たちの前に広げる。はあ、ため息が出た。感動のため息なら僕の人生経験には良かったのだろうけど、実際のそれは拍子抜けのため息だった。それはまあ確かに絵だった。文字でも記号でもないから絵と呼ぶしかないだろう。全面パステルカラーで覆い尽くされている。描かれているのは穏やかな田園風景。太陽がさんさんと輝き広がる野原の向こうには山並みが見え、画面の中央を親子連れの馬が駆けていた。 山際には農家、そして小さな畑、林。題材としては別に特殊とは思わない。しかし特殊なのはその塗り方だ。パステルカラー絵の具は何重にも厚く塗られたのだろう。筆の跡がまるでわからない。その上、濃淡とか明暗とか強弱とかがまるでなく、山はあくまで緑色、野原は一面エメラルドグリーン、空はどこまでも水色だ。手を抜いたように見えるが、ここまで徹底して平坦な塗り方をするのも、それはそれで妙な苦労があったのではなかろうか。もう少し見てみると特殊な点がまだあった。馬と野原、野原と山、農家と畑、それぞれの区別がはっきりしている。具体的に言うと輪郭線が描かれている。正直な印象を一言で述べよと言われたら、僕はなんだこりゃと言ってしまったかもしれない。水彩画とか油絵とかパステル画とか水墨画とか、そういうジャンルで分けるなら一番近いのは。どうだ城五郎、思わず本音が漏れた。セル画みたいだね。勝部先輩が小さく吹き出すのが聞こえた。セル画でなければ塗り絵だ。裏面を触ってみたが、画材は画用紙ではなくケント紙のようだ。しかしこのサイズは見慣れた B5。 B5 のケント紙なるものがどこにあるのでなければ自分で切ったのだろう。これは美術部の人が描いたものですか？そうよ。
これはうまいんですか？見た通り。見てうまいかどうか判断する目がないから聞いたのに。僕は質問を変えた。で、何かこれには僕らにはわからない美術的目的が込められて？ケンゴが僕の肩に手を置いた。そこだ、ジョーゴロ。ということはだ。この絵の美術的目的を解き明かせ、と。まあそういうことだ。俺には全然わからん。いい絵に見えるがな。わかりやすくて。悪いね、ケンゴ。このあと、幼いさんと約束が。待てよ。話だけでも聞くって言っただろ。腰を浮かしかけたところで、肩に置かれた手に力が込められた。無理やり座り直された僕は、僕を勝部先輩が気の毒そうな目で見合った。この絵を描いた人は去年もう卒業したそうだ。都合2年間これはここにある。へえ、どうにもやる気のない生返事になる。もともとその人は、勝部先輩何でしたっけ？問われて勝部先輩は一つうなずいた。堂島君にはこの間話したけれど、この絵を描いた人は大浜さんといって油絵をやっていた人なの。油絵を？油絵でもこんな感じのを描いてたんですか？全然。高橋雄一が好きでこういう雰囲気のが多かったわ。ゆくゆくは日展を狙いたいって。高橋雄一。さてはて、鮭だったかマスだったか。この程度の人間を絵解きに引っ張り回すなって言うんだ。まったく。だいたい大浜というのが油絵の人なら、しかも日展を狙うと公言するような本格派なら、この目の前の商品はどう考えてもふざけだろう。そんな2年間も大事に保管していくほどのものじゃない。そんな考えが顔に出てしまったのだろうか、勝部先輩が僕の思うところをズバリ当ててきた。どうしてこれが2年間もって不思議に思うでしょう。仕方なくうなずく。ええ、まあ。ちょっと事情があるの。堂島君にもあんまり詳しくは話してないんだけど。ちらりと目を向けられ、健吾が低い声で言う。事情ですか？持ってきていた大学ノートを開き、ポケットからボールペンを取り出した。後で部の先輩にも聞いてもらいたいんで、ノート取らせてもらいます。すいませんが、あんまり手が早くないんで、ゆっくりお願いします。ノート取るの？勝部先輩は驚いたような声を上げた。新聞部の人がノートに発言内容を書き留めるとしたら、それはもうインタビューそのもので、勝部先輩にはそんなつもりがなかっただろうから、驚くのも無理はない。録音するわけでもないのに、先輩は咳払いをし、どこから話そうかと考えるようにしばらく黙っていた。そうね。やっぱり最初からかな。ちょっと長くなるけどごめんね。そう前置きし話が始まった。大浜さんがこの絵を描いていたのは3年の夏休みだったわ。もう部活を引退していたはずよ。私の他には誰も知らないと思う。私が知ってるのも偶然描いているところを見かけたからだし。見かけた時はびっくりしたわ。これが大浜さんの絵だとは思えなかったから。でも何も絵が好きだからって、どんな時でもどんな絵でも信念を持って描く必要はないでしょう。これは大浜さんのほんの気まぐれだと思ったの。違ったんですか？大浜さんは真面目な時はすごく真面目で、近寄るのも怖いことがあったけど、普段は笑顔が多い温和な人でね。つい、これは落書きですかって言っちゃった私に、笑いながら言ったのよ。これは世界で一番高尚な絵だって。高尚？僕は思わず塗り絵のようなそれに目をやった。しかしそれは
突然光を放ち出すようなことはなかった。高尚すぎて私にはわからないんだって。高尚って言葉を強調するし、その言い方がなんだか笑いをこらえているみたいだったから、冗談だと思ったの。だってそうでしょ。だから、冗談ですかって聞いたの。健吾の手が追いつくのを待って、勝部先輩は続けた。そしたら、神にかけて本気だって。それで、何日か経って絵が出来上がると、大浜さんは私にこの絵を託したの。時期が来たら取りに来るから、それまで取っておいてくれってね。その後、なんとなく話す機会もないまま卒業しちゃって。僕が愛の手を入れる。で、2年間ですか？勝部先輩は小さくうなずいた。来年は私も卒業だし、これなんとかしたいのよ。先輩に連絡しようと思ったけど、引っ越したみたいで連絡先わからないし。だったら、船子を美術部代々で受け継いでいったらどうですか？冗談交じりに言った言葉に、勝部先輩ははっきりとかぶりを振った。正直邪魔なの。はあ。邪魔とは思い切った評価を。勝部先輩の口調が早くなる。他に紙の絵なんてないから保管にも気を使うし、預かり物だから邪険にできないし、何か意味があって取りに来れないんなら取っておかないこともないけど、実は本当に落書きなら捨てちゃいたいのよね。優しそうな丸顔で随分さばけたお言葉。預かってから2年経ち、1年も連絡なしなら捨てられてしまっても大浜何がしも文句は言えないだろう。僕なら捨てる。とはいえ、ためらう勝部先輩の気持ちも十分にわかる。後で変にねじ込まれてはたまらないし、もし実際に美術的実験が施されていたならちょっと怖い。ところで、勝部先輩が持ってきた絵は2枚。そっちの絵も似たような感じなんですか？1枚はこうして目の前にあるが、もう1枚は伏せられたまま。しかしこう尋ねた僕に、勝部先輩は不思議そうな目を向けてくる。何か聞き落としでもしたのかなと思ったが、横から健吾が口を出した。こいつにはほとんど事情を話してないんです。ああ、そう。じゃあ何か不思議なのかも、もしかしたら分かってないのね。変な絵だとは思うけど、不思議だなどと思わなかった。1枚目がこれだから、2枚目の絵がどんなに下手でも不思議だとは思わないだろう。そう思っていたが、これは表にされた2枚の絵をパッと見て、なるほど、これは不思議だと納得した。田園風景、太陽、野原の向こうには山並み、馬、農家、畑、林。2枚目の絵は1枚目の絵と同じだったのだ。